Ladies and gentlemen, welcome to Osaka Auto Messe 2024. 皆さんこんにちは。どうもこんにちは。カー&カスタマイズモーターショー大阪オートメッセ2024へようこそ。どうもお越しくださいました。さあ、ここからのステージ MC を務めさせていただきます、はい、大阪のラジオ局 FM802 の DJ をしております落合健太郎と申します。どうぞよろしくお願いします。落合健さんです。よろしくお願いします。そしてはい、そして同じく FM802DJ の樋口大輝です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いやいやいや、やってきましたよ。やってきました、ねえー、いやもう今日最終日の大阪そうなんですよ。オートメッセですからね。オートメッセ自体ね、はい、もう楽しんでいきたいと思いますけれども、ね、ちなみにさっきのギャルオンステージもいたよっていう方どれくらいいらっしゃいますか。いらっしゃいますか。あー、いってくれてる。ありがとうございます、ね、皆さんみんな仲間ですからね。もう大体ね、はい、もう仲間ですから、はい、どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、ここからは本日2度目のギャルオンステージとなります。皆さん準備はいいですか。イエーイイエーイ。あー、いいね。元気ですね。天気もいいしね、はい、行きましょうか、ね、それじゃあ今年の大阪オートメッセに出展されているブースのキャンペーンガールの皆さんを呼び込みたいと思います。じゃあ樋口くんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それではですね、参りましょう。まずはゴードンジャンクションプロデュースの皆さんです。ゴードンジャンクションプロデュース、いました。ちょっとクールな感じです。Sexy and cool。 ありがとうございます。さあ続いてまいりましょう。株式会社トライアル、トライアルガールズの皆さんです。トライアルギャルズ4人で登場です。トライアルギャルズの皆さんは4人で、もうテーマカラーはね、赤と白ですからね、トライアルね。素敵なコスチュームですね、はいはい、続きましてティーディベンドからアイちゃんです。ティーディベンドのアイちゃん、クールビューティー、セクシーですね、手の振り方が、はい、ですね、いい感じです。さあありがとうございます、はい、続いてまいりましょう。ハドゥケミカルグループの皆さんです。さあ1回目の時もね、あ、はい、この2人のコンビネーション素晴らしかったですからね。いや、もうこの勝手アピールがもうすごいんですよね。もうアピールする前からアピールしてますからね。そうなんですよ。この後 PR タイムあるんですけどね。どうなるでしょうか、続きまして日本正規販売代理店株式会社丸井商会の皆さんです。わ、一緒ですね。ハドゥケミカルグループの次ですね。 G4 失礼いたしました。続きましてですね、はいはい、G4 ジャパンの皆さんです。はい、 G4 ギャル、 G4 ギャル出てきてくれました。 G4 ジャパン、 G4 ギャルの皆さん、はい、ありがとうございます。いいですね、リラックス感がありますね、はい、 G4 ギャル。さあ続いて、続いて、グッドガンインターナショナルからビビさんです。二人で登場してくれましたね。お、二人登場していただきました。グッドガンインターナショナル、ね、はい、なんかロックな感じですよ。すごいセクシーなパンツですけれどもね。さあ続きまして、さあ続きまして株式会社ウェッツスポーツレーシングギャルズ。おっと、スポーティーかつセクシー。本当ですね、SS ですね、スポーティー&セクシー、はい、続きましてバルド、バルド、バルドはすごい人数、あ、ゾロゾロ出てきました。おお、おー、すごい大人数、大所帯、大所帯ですね。すごいな、これさまざまな衣装に身を包んでおります、ね、どうなるんでしょうか。さあ続きましてティファーリア中村レーシングファクトリーから整備士チャンネルルンさんです。ルンさん、あ、なんかちょっと未来っぽい ね、フューチャー系の衣装でございますね。確かに、はい、クッションも持っていただいて、うん、続きましてビルドワークス、ビルドワークス下から舐めるように上に来た、アーミーな感じでございますね。迷彩スタイル、 DVD を持てる、なんか持ってる、なんでしょう、なんでしょう、後で聞きましょう。で続きまして車工房株式会社リナさん、ヒロニャー、リナヒロのコンビです。出たハート、ね、あー、登場からしっかり決めていただいております。はい、ありがとうございます。続きましてグラスホッパー、グラスホッパー、さあ今回も
お、お一人での登場になります。セクシーキャップを持ってきてますね。はい、さあ最後です。ダイナスティ&イフダイナスティ&イフゴージャスゴージャスですね。ゴージャスな感じですね。いや、それぞれの衣装も気になりますが、はいはいはい、いい、おお、素晴らしい感じでございます。ありがとうございます。さあ、ここからはですね、はい、30秒の PR タイムということで、うん、30秒きっかりで、皆さんの PR が終わりますから、気をつけてですね、PR していただきたいと思います。はい、それでは参りましょう。行きましょうか。はい、まずはゴードンジャンクションプロデュース。はい、はい、どうぞ。では前の方にお願いします。すごい、ゴードンジャンクションプロデュース、一体どんな30秒間になるんでしょうかね。はい、それでは参りましょう。いきますよ、準備大丈夫でしょうか。はい、いきます。レディーゴー。皆さんこんにちは、ゴードンジャンクションプロデュースの朝比奈千恵美です。ナナミックスこと高木奈々美です。ゴードンジャンクションプロデュースの魅力は、黄金色に輝くゴードンのトライク、そしてジャンクションプロデュース仕様のシンクの Y31 セドリックの展示です。さらにブースではこのオートメッセ限定の物販も開催中、なんと激安祭ということで、このオートメッセだけの価格にてご奉仕中です。皆様ぜひ6号館 B ジャンクションプロデュースブースへお越しください。待ってます。はい、30秒30秒ありがとうございます。ありがとうございます。いや、すごい、そのサングラスは何ですか。その本当よ、 VIP.jp って書いてある。あ、かけてくれてる。 あ、 ありがとうございます。ちょっと一回かけていただいて、どうですか。いや、だいぶパーティーピーポーですね。すごいな、これな、すごい、はい、素晴らしい。ナナミックスさん着てるパーカーのちょっと後ろのデザインが、後ろなんですか、これね、ハニャです。ハニャでやよ、ちょ、これ想像もしなかった感じが飛び出しましたけどもね。はい、VIP.jp、 VIP と、VIP は、はい、ジャンクションプロデュースの JP ですね。なるほど、そういうこと。なるほど、ドットじゃなくてね、ジャンクションプロデュースということで、ジャンクション、 VIP ジャンクションプロデュースだ。ありがとうございます。ありがとうございます。トップバッター、どうもありがとうございます。お踊りください。ありがとうございます。6号館でございます。どうもありがとう。続いてまいりましょう。株式会社トライアル、トライアルギャルズの皆さんです。はい、トライアルギャルズ、じゃあマイクを渡していただいてね。はい、はい、トライアルギャルズ、前にお願いします。4人で登場でございます。はい、この中では結構寒いんじゃないかなって、ね、へそ出しセクシースタイルで、はい、どうなるでしょうか。ました、それではまいりましょう。 PR タイム、レディーGo！ 皆さんこんにちは、トライアルギャルズの福山ゆずゆです。奥沙織です。舞です。琴です。今年もブースではレカロシートやパーツ、オリジナルグッズを販売しています。オートメッセ特別価格になっています。展示車両は4台です。今年は新しい取り組みとして堺の店舗も同時営業中です。各種デモカー大試乗会、レカロデモカー試乗のイベントも同時開催中。お買い上げ商品の在庫があるものは取り付け対応も可能です。ブースでは私たちの撮影もたくさんしてくださいね。それでは6号館へ、トライアルブースで待ってます。おお、すごい、素晴らしい、ね、見事30秒決まりました。何が難しいってね、4人の場合ね、マイクリレーが結構難しいんですよ。確かに確かに、はい、見事でしたけれども、 しっかり練習もされていたのかなという感じがしますが、てかぶっちゃけ寒くないですか今、どんな感じですか。いや、寒いですね。寒いですね、はい、寒いです。正直ですよ、それはそうですよ ね、 すごいセクシーです。はい、風邪などひかないようにね、気をつけていただきたいと思います。へそピンもいいですね。へそピン、ありがとうございます。はい、カメラさんが今寄りますよ。カメラさん、ワン、ツー、ドン。おい、はい、ありがとうございます。いますそこに太陽がありますから、ありがとうございます。トライアルギャルズの皆さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さあ、続いてどんどん行きたいと思います。続いて、T ディメントからアイさん。はい、お一人での参加となりますけれども、はい、どんな PR タイム、アピールタイムをしてくれるんでしょうか。では早速参りましょう。 PR タイム、レディーゴー。皆さんこんにちは、4号館 T ディメントブースから来ました、アイです。T ディメントブースではデモカーの LM をはじめとする総勢19台の車両を展示しております。そして今年はなんと記念すべき10回目の出展となります。ブースレイアウトも少し変わったところがあるので、分かった方は公式の TikTok でコメントしてください。そして去年に引き続き T ディメントと私アイのコラボタンブラーも販売しております。残りあと少しになってますので、皆さん4号館に見に来てください。よろしくお願いします。おお、見事、安心感、安心感、安定感、ね、上がってますね、歓声が上がっておりますけれども、っていうか、愛さんめちゃくちゃ滑舌もいいし、はい、何かそういうお仕事されてるんですか。いや、全然してないんですけど、そう
びっくり。いつもここだけで喋って聞き取りやすく。ね、その TikTok では、はい、愛さんも出てらっしゃるんですか。はい、あのオートメッセの TikTok では私も出演させてもらってるので、はい、コメントしてください。そっちにも。あ、じゃあ見に行きます後で、はいはいはい、私も見に行くんでちゃんと、はい、誰がコメントしてくれてるかちゃんと見ます、はい、あ、そこも見てるんだ見てるからね、はいはい、ちょっと学校の先生にいそうな雰囲気ですけれども、ね、いや、いないでしょいないか。このパンツはないでしょ学校の先生。なかなか教員免許持ってます。教員免許持ってなんかそういう本物やんだよ、そういう雰囲気オーラでどうする。そういうことか。もう不登校の子いない。はい、さん、ありがとうございました。ありがとうございます。さあ、続きましてハドゥーケミカルグループ、はい、日本正規販売代理店株式会社丸井商会の皆さんです。はい、先ほども ね、はい、登場していただきましたけれども、改めて手のボードが光っておりますけれども、はい、ではどんな PR を見せてくれるんでしょうか。はい、参りましょう。レディーゴー。皆さん、こんにちは。コスプレイヤーの宇月翔子です。みよりんこと村瀬みよりです。1号館1の A4 の1にあるウクライナの化学製品メーカーハドゥの丸井商会の目印は真っ赤なブースと白い大盛りアンコレーシングのレース車両です。そこではエンジンオイル用の添加剤を販売しております。エンジンオイルと一緒に入れると修復作用で本当にエンジンのパフォーマンスが上がります。皆さん本当に買ってください。お願いします。待ってます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いや役割分担よ。あの2回目なんですけれども、はい、1回目と全く同じ戦法で来ましたね、うん、あの視覚からのアピールって大事だなってすごい思いました。本当にね、でもバラバラすぎてちょっと話入ってこないんですけど。そうなんですよ、もうモニター見ちゃうとね、画面の方見ちゃうとずっと勝手の表情ちょっともう1回勝手の表情やってもらえますか。カメラさん、どっちかな。はい切実すぎやん。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。コスプレも可愛く見てくれました。素敵なコスプレでね。すごい。続きまして参りましょう。 G4 ジャパン、 G4 ギャルの皆さんです。はい、 G4 ギャルお二人で登場ですね。はい、はい、さあ、それではよろしいですか。参りましょう、はい、PR タイムレディーゴー。皆様こんにちは。6号館 B ブースの G4 ギャル、グラビアアイドルやってますひかかからとこなつです。 G4 ブースでは愛称をきれいに保つためのさまざまなコーティング剤やクロスなどを会場限定価格にて販売しております。また私たちのサインが入ったステンレスボトルも本日限定で数量限定で販売しております。お値段なんと2900円です。私たちとスリーショットも撮れます。お願いします。DVD だよね。何すか。彼女の心、彼女の心、はい、はい、あ、サイン入りですか。サイン入り。あ、ちょっとカメラに。あ、これ今日ちょっと販売はしないんですけど。あ、販売はしない。販売せえへんよ、はい、販売しないけど通販とかであるのでそうだよね。やってください。あるのはタンブラーですね。あ、はい、はい、タンブラーがサイン入りであるってことですね。はい、いや、すごい。お二人ともグラビアで買って。私はしてません。私だけですね。あ、私だけ。はい、いや、お二人、ね、声がすごい特徴的で、はい、素敵なお声ですよね。ありがとうございます。はい、ね、はい、ブースに行けば会えるということですね。会えるということですね。はい、ぜひ会いに来てください。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ギャルの皆さんでした。はい、どうもありがとう。続きまして、グッドガンインターナショナルから、はい、ビビさん。お願いします。はい、よろしくお願いします。お二人で登場です、ね、2人ですね、はい、はい、お二人で登場していただきましたけれども、はい、それでは参りましょう。 PR タイムレディーゴー。グッドガンのビビです。グッドガンでは今まではフルバケやステアリングなどの販売のみでしたが、今年からグッドガン整備部門ゼロクベースができたため、カスタムの相談から取り付け整備まで受付可能になりました。ゼロクベースのノノピスです。ゼロクベースは主に整備、点検、ドレスアップなどを行っており、ブースではグッドガンコラボ商品フルバケ、新商品アパレル、速度超過ステッカーなどを販売しております。今一押しのゼロオクステアリングを使った CM を SNS に上がっています。ブースにて500円引き割り引きも配っているので、もらいに来てください。もらいに来てねー。ごめんなさい。勢い。勢いでも。勢いで押し込みました。一気に押し込みましたけれどもね。フィジカルがありましたね。まあでもすごい。ごめんなさい。ね、二人ともすごい衣装がかっこいい。かっこいいですね。ロックを感じる。あとなんかちょっとレーシングっぽい感じがありますね。はい。ただね、前は、
あのそういうロックな感じなんですけど、うん、ちょっと後ろ向いてみて、こう前はこんな感じですけど、そうそう、後ろ向くと一回前、おっと肘が足りてないみたいな、セクシー、肘足りてないよこれ、セクシー、どういうことなんでしょうか。そしておちげんさん、はい、ヒール、ヒールね、樋口が大好きなヒール、何センチですか。これ18センチです。ありがとうございます。18いただきました。18センチ、一番高いんじゃないですか今日。ちょっとね、後で踏んでください。はい、よろしくお願いします。ね、はい、やだ。やだ。うん。断ってくださいそういうのね。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。非常にロックを感じるようなね、コスチュームでございましたけれども。さあ、続いてまいりましょう。株式会社ウェイツ、ウェイツスポーツレーシングギャルズの皆さんでーす。はい、よろしくお願いします。あ、お一人で登場ですね。お一人でね。参加でございます。スルーな感じでいいですね、はい、では参りましょう。 PR タイムレディーゴー、 ゴー。皆さんこんにちは、ウェッツスポーツレーシングギャルズの桐島聖子です。ついにオートメッセ最終日、私は本日も6号館 A ウェッツブースで車両立ちに出ております。ウェッツブースでは2024年の最新モデルをはじめとしたウェッツの各種ホイールを展示中です。ぜひ遊びに来てください。そして日本レースクイーン大賞コスチューム部門グランプリを獲得したこの2023年のコスチュームは今日でラストとなります。ぜひ皆さんこの後の車両立ち取り納めに来てください。最後まで楽しみましょう。おお、あのよどみなさすぎてロボット すごいなよどみなさすぎでしょ。 AI かと思ったな。ねえ、おありがとうございます。しかもすごいあれですよ、何も見ずにですからね。そう、そうですよね。暗記してきたの？あ、暗記得意なんですよ。暗記が得意、そうなんです。喋ったりするのがもともと好きでっていうのもあって、MC の仕事もしてて普段。あ、そうなんですか。そうなんです。それで全然俺たち暗記できないな。ね、全然できないですよ、うん、本当にすぐはすごい、もうあのすぐカンペ見ちゃうから。あとあのコスチュームが何でしたっけ、何かの賞を取られた。はい、日本レースクイーン大賞のコスチューム部門のそのグランプリを、はい、今年このウェッツスポーツレーシングギャルズの2023年のコスチュームがグランプリを取りまして、はい、それを着れるのはそのシーズンで切り替わっていくので、コスチュームが今日で最後なんですよ、はいはい、あ、もうじゃあ今日見納めです皆さん。はい、見納め。ぜひちょっと後ろ、ね、後ろも向いてもらっていいですか。はい、ぜひもうワン、もう180度ターンからの180度ターンがいいよね。あ、はい、いいですね。で180度ターン戻っての、戻ってきて決めポーズ、yeah. ありがとうございます。セクシー、ありがとうございます。胸元がすごい、セクシー、ありがとうございます。ナイスセクシー、はい、ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、さやかさんどうもありがとうございます。ありがとうございます。すごいな。さあ続いて、さあ続いてまいりましょう。はい、王女隊、王女隊バルトの皆さんです。はい、どうぞ。すごい、バルトの皆さん急に、あ、すいません、なんか、あ、え、近いの、なんかずるくないですか、すそっち。いやでもそっちもあるなんかずるくないですか、多いから、え、10人いるから、あ、こっち来るの、わ、すごい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 、すごい、なんか届かす、ちょっと届かすって感じですけども、圧すごい。さあそれでは参りましょう、バルトの皆さん、はい、レディーゴー。皆さんこんにちは、バルトです。私たちバルトギャルズはバイソンスタイルとブラックスタイルの2パターンで、6号館 B の一番奥の左奥のブースでお待ちしております。はい、そしてお友達登録をしてくれた方にはこのバルズのかっこいいこのカタログバッグをプレゼントしています。ぜひぜひ追加してください。そして6号館 B、 あ、6号館 B にみんなで遊びに来てください。せーの、あ、間違えた。せーのって誰も何もしない。せーのは何だったんですか。せーのは、せーので本当みんなで遊びに来てくださいっていうつもりでした。それだけ、それだけ見たいから、もう一回、もう一回せーのからお願いしていいですか。わかりました。じゃあみんな行きます。せーの、遊びに来てください。ありがとうございます。いやでもね、カバンかっこいい、トートバッグ、トートバッグ、うん、この黒ひげに赤の、なんか他もグッズいろいろあるんですか。あ、あるの。グッズは別に取り揃えて、グッズはもうこれです。あ、これグッズはこれなので、これを、はい、はい、6号館、あ、じゃあ6号館それ、ね、ぜひあのゲット、ムータとコラボしてて、うん、はいはい、ムータさんと、うん、あのバルドが今コラボしてるので、パーカー、このパーカーとかで、あ、かわいい、はい、グッズがたくさん、いい、めちゃくちゃおしゃれこれ、はい、すごい多いですね。めっちゃいいですね。はい、そして網タイツの面積がでかい、ええ、うん、そうなんです、うん、全然網じゃない、そうなんですよ、何にも取れない、そう、もういや、これ漁師だって全然取れない、漁師さんが使ってたやつじゃないですからね。そうじゃない、はい、いや、すごい、そういう SDGs じゃないですから。あ、そうじゃない、そうですよ、そうか、10人でね、はい、参加してくれて本当にどうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。バルドの皆さんでした。すごい、いいな、ありがとう、バルドの皆さんどうもありがとうございます。ありがとうございました。す
ごいな、ね、セクシー、はい、トートバッグもパーカーもいいですね、ね、ほんと、はい、すごい、やっぱ衣装もで、これ帰るときに並ぶのが大変なのよ、やっぱ、ね、何人も10人いるから2列、はい、私がどこだったっけなみたいなね、2列になって、はい、では続いてまいります、はい、ティファーリア中村レーシングファクトリーセービスチャンネルのルンさんです、お願いします、お願いします、おっと歓声が上がっておりますが、まいりましょう、ルンさん PR タイムレディーゴー、みなさんこんにちは、中村レーシングファクトリーのブースから来ましたセービスチャンネルのルンです。中村レーシングファクトリーのブースではフェラーリレッドの FT86 を展示しています。エアサスも組んでるので動かせるのでぜひ見に来てください。そして私が YouTube の整備士チャンネルというチャンネルでキャストをさせていただいているルンと申します。私は車好きで、マニュアルのアルテッツァに乗っています。よかったらたくさん登録してください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。バイバイ、ありがとうございます。すごい、ちょっと余りながらも余らせてね、さすが YouTuber、 YouTuber だ、はい、ルンさん、さすが、え、整備士チャンネルルンという名前でその YouTuber をしている。そうですね、整備士チャンネルっていうチャンネルで、あ、チャンネルがあるんですね、はい、でキャストをやってるのが私でルンと。なるほどなるほど、はい、え、その YouTube どんなことされてるんですか。私の車いじりだったり、整備士さんと一緒に整備をして、はい、こういうロータリーエンジンを分解したりとか、あ、すごい、いろんな車屋さん行ったりしてるんで、はい、なるほど、はい、そんな感じです。ま、街ですれ違ったら絶対整備士のチャンネルやってるとは思えないぐらい、ね、思えない、その、パープルのヘアスタイルも素敵ですね、ありがとうございます、ね、そのクッションは、あ、これはですね、はい、おにぎりじゃなくてロータリーエンジンのクッションです。こちらも中村レーシングファクトリーのブースで販売してるので買いに来てください。なるほど、わかりました、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、おにぎりかと思った、おにぎりじゃなかったじゃなかったですね、はい、じゃあ続きまして参りましょう、はい、行きましょうか、ビルドワークス、ビルドワークス、お二人で来ていただきました、はい、迷彩でございます、迷彩です ね、では参りましょう、 PR タイムレディーゴー、皆さんこんにちは、 6A 号館ビルドワークスブースの江崎ロアと天間遥です。ビルドワークスブースではデモカー、フォルクスワーゲンパサードとアップの2台を展示しています。そして15時からはオリジナル商品、メーカー協賛の豪華商品が当たる抽選会を開催します。さらにダブルチャンスで私たちのサインとツーショット撮影ができます。まだ抽選をお持ちでない方はぜひビルドワークスブースへお急ぎください。待ってます。そして私たちのグッズも販売してます、来てください。はい、ぴったり、ぴったり来ましたね、ちょっと、でも気になりました、はい、DVD 最後なんか私たちのっていう話をしてましたね、何ですか、私たちのグッズ、私は名前入りのパーカーと、ロアちゃんは DVD です、はい、私の、はい、競泳水着レボリューションという、競泳水着レボリューション水着やばいな、はい、どんなレボリューション、競泳水着ってレボリューションできるの、わあ、ちょっと、いいですね、すごいな、ちょっとだけ内容を教えてもらっていいですか、どんな感じなんですか、皆さんがちょっとレボリューションできるような内容になってるのでちょっとブースでも今日販売してるので大阪で本当に最後の販売なので、はい、皆さんの買い用品もお買い求め嬉しいんですけど、はいはい、私のグッズ買ってもらえたらもっと嬉しいかな、嬉しいかな、これ今みんなうなずいてたな今ね、はい、ありがとうございます、ね、今日はね、はい、迷彩で来てくれましたけど、はいはい、ビルドワークスのお二人でした、ありがとうございました、ありがとうございました、すごいな、初めて聞いた競泳水着レボリューション、いいですね、何回でも言いたくなりますね、レボリューションできるどういうことなんだ、はい、続いていきましょう、はいはい、車工房株式会社リナ&ヒロニャンです、リナ&ヒロニャン、はい、よろしくお願いしま す、 お願いします、さあそれでは PR タイムです、レディーゴー、せーの、みなさんこんにちは、車工房です、自己紹介します、ポーカーが好きなヒロニャンこと奥立博です、はい、プロ野球大好きなビール売り子してますリナです、弊社は兵庫県で車のカーケア用品の製造販売を行っている会社です、本日は、新商品として超撥水ホイールコーティング剤など多数取り揃えております、はい、今ならなんと3日間限定でお得に買えるチャンスです、私たちのブース5号館でお待ちしております、せーの、待ってまーす、完璧、合わせてきた、すごいな、1回目のステージもぴったりだったけど ね2回目のステージも ね、はい、ありがとうございます、ちょっとその、はい、やっぱポーカーフェイスもう1回見たいんですよね前回おかわり、おかわりしちゃっていいですか、真顔で、はい、真顔のポーカーフェイスでも、ポーカーフェイスをやってるわけじゃないんだよ、ポーカーやってて、あ、今やってます、ポーカー来た、投げた、はい、そしてストレート、はい、私揃いました、
全然できてないやないか全然できてない、ま、ポーカーフェイスじゃないほんまな、はい、そしてあのリナさんはプロ野球がお好きだということですね、はいはい、大好きです、どこの球団がお好きですか千葉ロッテマリーンズが大好きです。えビールの売り子さんもされてる。そうです。甲子園で球場は、ベルナドーム、セーブライオンズ、ね、セーブライオンズのドーム、はい、あそうですね、あなるほど。でもセーブではなくてロッテなんだね。あそうなんです。いろいろと難しい感じのことです。一塁側に必ずいます。あなるほど、なるほど。じゃあぜひ、ね、今度ベルナドーム行った時には、はいはい、探してみてください。声をかけていただきたいなと思います。どうもありがとうございます。リナとヒロニャン、どうもありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。車工房株式会社リナ&ヒロニャンに来ていただきまして、はい、続きましてはグラスホッパー。グラスホッパーお一人ですね。はい、さあ色で言うならばジャイアンツカラーですけれどもね。ジャイアンツカラーですね。触れないと見ましょう、はい、それでは参りましょう、はい、PR タイムレディーゴー。皆さんこんにちは、グラスホッパーの萌です。グラスホッパーは広島県の共立工業オリジナルデザインのスランドバッグキャノピーでカスタムされた軽トラです。コンセプトは遊びも仕事もかっこいい軽トラックを乗り回せです。4号館のグラスホッパーブースにぜひ見に来てください。Hi guys, this is Moe from Grasshopper. Grasshopper is a K-Track 4D customized with original design slant bike canopy. Please come to see me at Grasshopper booth in Building 4. See you then! Whoa! Hey! Perfect! Thank you! Yeah! ありがとう。あれですよ、最後やっぱ英語の呼び込みっていうのがインパクトありますよね。ね、はい、最高ですね。ね、あのね、うん、ヘソピアスなんですよ。あら、ちょっと見たいんですけど。ほら素敵。でもこれ実はこのイベントの前の日にこの頭の部分が取れちゃって、今ないんです。あ、そうなんだ。あ、そこが取れちゃってるってことか。そうなんです。そうなん。そんな恥ずかしいところを。ちょっと映さないでください。ちょっとセクシー。ね、その姿もセクシー。キャップも持ってきてくれましたけれどもね。キャップもそうだ、キャップにあったりするんですか。はい。一応これは販売はされてないんですけど、時々被ってるんで、ぜひ見に来てください。なるほど、じゃあ被ってるね、萌えにゃんもぜひチェックしていただきたいと思います。はい、どうもありがとうございます。グラスホッパーありがとうございました。さあ次は続きましてラストですね、ダイナスティ&イフ。よろしくお願いします。ここまたちょっとエレガントな感じで、衣装が素敵ですけれども、それではラストの PR タイムです、はい、ダイナスティ&イフ PR タイムレディーゴー。皆さんこんにちは、ダイナスティフーブースです。今回オートメッセ特別価格にて全エアロアルミホイールのシリーズが20から最大 50% オフにて購入可能。イフーブースではコンプリート車両をはじめ全シリーズが店頭価格よりお求めやすくなっております。それに伴いショッピングローンが支払い回数24回まで金利手数料0円。イフーブースではアメックスと提携し、なんとクレジットカードでの一括購入が可能です。ぜひ皆さん2号館ダイナシティイフーブースでお待ちしてます。この人数でぴったり合わせてきましたね。すごい、やっぱ迫力あるね。なんかその衣装のこうなんかデザインがちょっと分かれてる感じがするんですけれども、確かに上下でちょっと違う感じがしますけど、ね、テーマが違うんですか。ダイナスティ&イフということで違ったりということですか。はい、そうです。あ、そういうことですね。なるほど、ね、ダイナスティがドレスルックで、イフブースがちょっとスポーティーに、スポーティーの感じですね。イフは確かにスポーティー、はい、ね、ね、うん、ダイナスティはあのな北新地ですかって感じがねしてしまいますけどね。ラウンジ、そう、まあそうですね、ラウンジとかも言わないで、もうそれゴージャスって、ゴージャス、ゴージャス、まとめてください。ゴージャス、はい、ゴージャス、ダイナスティー、ね、ありがとうございます、ね、ありがとうございました、はい、ダイナスティー&イフの皆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ本当にたくさんで来ていただきまして、ね、はい、盛り上がりましたけれども、それでは最後にですね、もう一度撮影タイム、はいはい、ね、撮影タイムに入っていきたいなと思っております、はい、その撮影タイムの前にですね、はいはい、ここでですね、本日は2025年に開催される大阪・関西万博の公式キャラクター、はい、ミャクミャクがオープニングセレモニーで来てくれました。で、あのこの後登場いただくんですけれども、はい、皆さん一回前に来ていただきまして、あ、じゃあ、ギャラズの皆さんは前の方にちょっと進んでいただいて、はい、それでは呼び込みましょう、はい、せーの、ミャクミャク。ミャクミャクです。あー、登場した。ミャクミャク、いいね。はい、いいですね、いいですね。もう、はい、なんだろう、改めて、本日はですね、2025年に開催される大阪・関西万博の公式キャラクターミャクミャクが来ていただきまして、関西万博、はい、
もう本当に1年ちょっととなりましたね。はい、5号館では大阪・関西万博の PR ブースが出展されていて、万博クイズなどを行っております。ミャクミャクと一緒に写真も撮れますので、ぜひ立ち寄ってください。はい、さあそれでは参りましょう、うん、準備よろしいでしょうか皆さんね、はい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 、カメラの準備大丈夫ですか。はい、もうちょっとギュッとなります。ちょっとギュッと、そう、中央の方にちょっとやっていきましょうかね。ギュッとギュッと寄りましょうかね。ええ、ミャクミャクも入れてあげてくださいね皆さんね。はい、はい、仲良くしてくださいね。はいはいはい、で人数多いところ、そうですね人数多いところちょっと喋りましょうか。はい、はい、前段後段になっていただいて、はい、ちょっと人数が多いので2列になって、はい、はい、さあそしてスクリーンの方ではステージカメラマンさんの腕の見せ所でございます。お、さあ来るよ、さあ来ました、そろり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 いいよーいいよーそろり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 歩いてる姿全然みんなに見えない。止まったからの戻る止まってからの戻るいいですね、いいです。じゃあ入れ替えますか。じゃあでは、はい、右と左、はい、はい、分かりましょう。まずは、はい、こちらからいきましょうか。はい、はい、皆さん左手側から、私の方から、はい、じゃあ真ん中の、グッドガンインターナショナル、はいはいはい、はい、を真ん中にして、はいはい、左と右入れ替わりましょうか。あ、分かりますか。はい、はいはい、じゃあグッドガンインターナショナルのビビさんと2人を真ん中にして右と左入れ替わりましょう。はい、はいはいはい、じゃあ脈々もね、はい、あっちの方に行って、はい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 、チェンジチェンジチェンジ、脈々、はい、じゃあこっちの方に、はい、そうですね、ダイナスティアのイフーさんをこっちの方に来ていただいて、脈々、イエーイ、はい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 、そしてですね、そうですね、ちょっと中央の方グッと寄っていただきまして、はい、はい、いや寒いっすよねきっとね、大丈夫ですか。ねね、はい、まだね暖冬とはいえね、そうなんですよ、この衣装はちょっと寒いところがあると思いますが、はい、ありがとうございます。まずセンターから目線お願いします。はい、はい、お願いします。はい、センター、そして私の方左側、皆さん見てください、左側、左側です、手振ってください。はい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 、続いて右側参りましょう。右側に目線を、はい、はい、お願いします。はい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 、はい、いい感じです。はい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 、手振ってください。最高の笑顔でお願いします。最後は真ん中行きましょうか。はい、最後真ん中戻ってきます。真ん中で、真ん中で5秒前です。5、いいでしょうか。4、3、2、1、ありがとうございました。ありがとうございます。さあそれでは、ね、はいはい、皆さんをバックに、そうですね、はい、撮影の方に行きたいと思いますけれどもね、写真を撮りたいと思います。はい、じゃあ、今度はですね、うん、ステージ内側を皆さん向いてください。はい、でスクリーンの方を向いていただいてね、スクリーンの方を向いてください。はい、はい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 、でちょっとさっきみたいな感じでしゃがみます。ギュッと、そうですね、ちょっとしゃがみましょう。ギュッと寄っていただいて、はい、よろしいでしょうか。ちょっとね、3列になるぐらいでもいいかもですね。ちょっとごめんなさい、ちょっと入んないかな、端が入んないから、ちょっと今カメラマンさんに見てもらおうか。3列で、あ、ちょっと3列、ちょっと3列になっていただきたいので、はい、なって、もうちょっとギュッと内側に、こうお互いこう内側にこうギュッと、ね、はい、なる感じで、はい、行きましょう。はい、ミャクミャクもじゃあこっち側ね行ってもらって、はい、そしたらおちけんさん、はい、我々が大阪って言いますから、皆さんでオートメッセーで、はいはい、決めていただきたいと思います。はい、どうでしょう。じゃあ僕ら配置はどんな感じですか。もうちょい、もうちょい内側に、内側に入る、こんな感じ。僕後ろ、はいはい、これで OK ですか。はい、ではいいですか。皆さんこんにちは、ダイナスティーイフーブースです。今回オートメスではいきますよ。おちけさんいいですか。あ、いいよいいよいいよ、ヘラヘラしてる。いやいや、あのカンペがあったからでは、はい、参りましょう。はい、せーの、大阪オートメッセ。はい、もう一枚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 、はい、いきますよ、せー、 OK、
オッケー、オッケー、出ました、ありがとうございます。じゃあありがとうございます、ありがとうございました。頼んだことどうもありがとうございます。いやもうセクシーかつ素晴らしい PR もしていただきました、はい、脈脈もどうもありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。拍手でお見送りください。大丈夫でしょうか。はい、どうもありがとうございます、ありがとうございました。ありがとうございます、いただきます、ありがとうございます。ちょっとなんかサイン入りのカレンダー、サイン入りでさ、カレンダーいただきました。バルトさんからいただいちゃいました、すいません。わ、賄賂って言われてる。何の賄賂。バルトさんどうもありがとうございます、いただきました。あのぜひあの皆さんそれぞれのブースにも足を運んでいただきたいと思います、ね、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございます。素敵な笑顔どうもありがとうございます、ありがとうございました、本当に気温は低いんですけども皆さんの笑顔で癒されます。そしてここに集まってくださったカメラボーイズの皆さんもどうもありがとうございました、ありがとうございました。いい写真を撮りましたか、ね、これで明日からも仕事頑張